3秒でわかる前回のあらすじ。ドイツ軍包囲され補給切れしにかけ、以上。ということで今回は戦闘よりも主に補給面といったドイツ軍の状況を述べていく。さて前回の最後で述べたようにドイツ側は反撃の結果飛行場もどきを獲得した。この平野を確保した直後より輸送機が往来し、包囲下のドイツ軍に物資を供給した。これで補給問題は解決するかと思いきや、飛行場に砲弾が降ってくるわ。物資を回収している最中に空爆されるわで散々であった。このままだと輸送機が全滅しかねないので手段を変更し、物資を詰め込んだコンテナを空中投下することになった。この方法はドイツ兵から補給を意味するフェソン軍数をもじってファウ爆撃と呼ばれた。理論は完璧ではあるが、そもそも天候に左右されるわ。投下した後は風に流されてよくわからんところに飛ばされるわ。赤軍に奪われそうになるわ。挙句の果てには地面にぶつかった衝撃で弾薬が爆発して文字通り爆撃になったりしたという。ただやはり補給量が足りないので、途中からグライダー投下による補給も行われた。物資の空中投下と違い重量にそこまで気を使わなくていいため、無線機から迫撃砲、挙句には対戦車砲と高射砲まで運び込まれた。またグライダーの利点としては物資の搭載量だけでなく、グライダーを操縦している人員もそのまま兵力として使えるのである。ただ赤軍が市内に侵入すると着陸地点である大通りが使えず、小型グライダーによる補給も続けられたが供給が足りず、V 爆撃も続けられたが、やはり補給が足りず、その上最終的に55機の航空機が失われた。さて補給面は解決。してないけど市内の状況を見ていこう。古今東西に限らず、包囲下の軍隊の一番の問題は食料である。ホルムも同様で、兵士と市民合わせて数千人の食料を確保しなければいけない。ただ真冬のロシアで食料なんか取れるはずもなく、唯一頼りになりそうなのが川から取れる魚くらいである。そんなのあってないようなものなので結局外部から持ってくるほかなく。主に前述した V 爆撃によって持ち込まれたが、供給が不安定であるため、配給量は極めて少なかった。さらには物資集積所が砲撃で何度も消し飛んだためますます配給が減り、ひどい時には1日の配給が1人につきパン 300g だったという。もちろんそんな栄養状態では疫病が流行り、市内では寄付が蔓延した、医薬品も食料もない状態で回復するはずもなく、500人以上の病人を脱出させる予定があったが結局中止され、兵力不足からその病人たちも前線に引っ張り出され、最終的に包囲下に残った将兵のうち3分の2が傷病者であったという。さてここまでの情報で壊滅的な状況であるとわかるが、最後に軍事面について見ていこう。包囲初期の攻撃を撃退した後、大規模の攻勢はしばらく起こらなかったが、代わりに市内に毎日砲撃が降り注ぐこととなった。これに加え小競り合いが毎日のように発生し、損害が積み重なっていった。2月以降に入ると地面が完全に凍り、防御陣地を構築することが困難になり、地上に構造物を作ろうにもやはり物資がないためどうしようもなく、遺体を土のう代わりに使うほどであった。さらには沼に沈むことがなくなったためソ連戦車が出しゃばってくるようになった。これに対してドイツ側がまともに保有している対戦車兵器は露覚した野砲一門のみ、幸い投下された無線機によって空軍や砲兵の援護を要請できるようになったため、たかが一門の砲で何ができる、みたいな状況にはならなかった。しかしながら3月末に入ると雪解けが始まり、市街地中央の川が融解したことにより市内のドイツ軍は細かく分断された。さて市内が地獄になったところで、次はソ連軍の状況を見ていこう。前編で述べた通り、飛行場もどきをめぐる戦いで赤軍は大きく消耗しており、砲兵による攻撃に切り替えていた。ただ肝心の砲兵も弾薬が不足しており、さらには上層部が別戦線に注力していたためまともな増援が得られなかった。まともな増援を得たのは2月に入ってからであり、増強した戦力で総攻撃を仕掛け、ある程度の効果を得られたものの増援を得たドイツ軍に撃退され、4月に再度大規模な攻勢を行ったが市街の一部を確保したのみで戦線は膠着した。正直ホルムの戦いに関してはソ連側の資料がほぼないので詳細は不明である。ということで次回、最終回。果たしてドイツ軍は脱出できるのか、乞うご期待。ご視聴、ありがとうございました。